さあ始まりました。なチャンネル。神戸新聞杯2020最終予想。本名場、そしてい目の方ですね。徹底的に解説していきたいと思います。ということでですね。三冠への通過点の神戸新聞杯。ぜひ注目してみてください。まずは、本名場の。 発表から参りたい,と思い,ますいきなり本命馬を発表していきたいんですけれどもやはり今回この馬だろうと、まあ、当たり前ですね逆らうわけにはいかない世代に敵のいない あの馬を本命馬にさせていただきました。ということで,ですね、今回本命馬はコントレールこの馬を1着に固定してですね、馬券の方を狙っていきたいと思います。ということでですね、本命馬はコントレールなんですけれどもその2着3着争いですね、2着3着争いを繰り広げる馬のですね、えー、予想の方にですね、力を置いてやっていきたいなというふうに思っております。 これだけは知っておきたいことというところですね、解説していきたいと思います。 阪神の 2400m からですね、中京の 2200m、これに代わってですね、やはりデータっていうのはですね、なかなか参考にしづらいなというところがございます。条件はかなり変わりますし荒れない印象の神戸新聞杯です、ね、本命人気が1着そしてですね、2番人気、3番人気と決着するのがですね、神戸新聞杯去年とかのですね、流れなんですけれども荒れない印象の神戸新聞杯なんですけれどもやはり非根幹距離ということ と,ともございまして今回はですひも割れ、十分注意しなきゃいけないのかなという,ふうに思っております。ということで,ですね人気馬から流していくよりというかですひ、ね、も、えー、に注意して狙っていくこれをですね今回注意してですね馬券の方を組んでいきたいなという,ふうに思っております。 こちらはですね、展開予想になります。神戸新聞杯の展開なんですけれども、前半が62秒1度ですね、えー、最初の坂もありますし、そこまでペースは上がらないだろうというところですね。えー、前の馬っていうのもですね、ほとんどですね、えー、逃げたい馬少ないですし、シンボですね、この馬がですね、スローペースの逃げを刻んでくるというところですね、えー、前のこの辺りの馬ですね、前のこの辺りの馬っていうのがですね、今回非常に 注意しななななきゃいけないいけ馬ににっっててくるのかなという,ふうに思っております後ろに行けば行くほど不利して今回ですねやはりスローペースというところもありまして後ろの馬はなかなか手が出ないよというところですねぜひ覚えておいてくださいコントレイルはですねそこまで菊箇所を前にですね折り合いも書きたくないので後ろからの競馬になると思うんですけれどもスタート次第ではですね34番手の行為から競馬をすることも考えられますしかしですねやはり菊箇所のトライアルということも考えるとですね若干後ろからの競馬 ににななるのかなという,ふうに思っておりますやはりコントレールより前の馬前の馬からですね狙っていくのがですね鉄則になってくるのかなという,うに思っておりますこのようなフォーマットにですね当てはめて、えー、解説の方をしていきたいと思いますということで,ですね本戦馬タンなんですけれどもどの馬に流していくのかどの馬に流していくのかっていうところですね是非注目して見ていってほしいなというふうに思っております まずはグランデマーレ、1枠1番のグランデマーレから解説していきたいと思います。2連勝中の馬でして、デビューから2連勝、秋もここが指導戦というところですね。グランデマーレ注目して見ているんですけれども、やはりポテンシャルは秘めていますし、競馬もですね、こ 好意の位置ですね、えスーっとですねいい位置が取れるというところですね、競馬も上手いので、非常に注目して見ております。しかし、ですねやはり、なんといってもここですね、経験値ですね、経験値が束よりも圧倒的に不足している、まだ2戦しか走っていませんし、1勝クラスを勝っただけというところですね、スムーズでなくてですね崩れる可能性が非常に高いんじゃないかなというふうに思っております。今回でででですすすねね人気的にもな、ね、なかなか手が出しづらい一頭ですのでキリで いいんじゃないかなというふうに思っております 続いてはビターエンダーについて解説してまいりますこの馬ですねつむら騎手とのですねコンビを解消いたしましたえ完全にですねカレンブーケドールですねえカレンブーケドールオールカマーに出走するカレンブーケドールにえ取られた形になっておりますそこそこ走れるタイプなんですけれどもやはりどこかですね決め手に書く印象この展開だったらこの馬というようなですねハマった要素がですねえなかなか見つかりにくい馬でですねい,いまいち押せないケース 地盤に入ってくる可能性は高いんですけれどもやはりいまいち押せない馬だなというふうに思っております今回は期待薄ぐらいでいいんではないでしょうか続いてはディープボンドについて解説していきたいと思いますということでですね G2 勝利でして、えー、実績はナンバー2京都新聞杯を勝っているというところからですねやはり実績はこの馬ナンバー2じゃないかなというふうに思っておりますやはりですねこの馬叩いて良くなるタイプなんですね、えー、休養明けに若 若干の不安ですね、休養明けに若干の不安を残しているんですけれども、まあ、2000メートルを超えるですね、距離なら大丈夫じゃないかなというふうに思っておりますやはり日本ダービーですね、競馬を見たところですね、やはり外外を回らされてですね、勝ちにいっての強い内容でございました23着争いの上位候補ですねこの馬、なってくるんじゃないかなというふうに思っておりますやはり日本ダービーの競馬を評価してですね、この馬、高評価にしたいなというふうに思っております。 続いてはマイラプソディについて解説していきたいと思います。2歳戦でですね、京都2歳ステークスを勝利してですね、重賞勝利を果たしたんですけれども、3歳になってですね、期待には応えられずですね、3連敗が続いております。立ち回りがうまかったんですけれどもですね、決め手もあったんですけれども、やはり3歳では期待に応えられずですね、その立ち回りのうまさ、そして決め足っていうのもですね、なかなか繰り出せないようというところが続いております。 外枠かつ休み明け、かつ春の不安が残っている、このような状態では、ですねやはり馬券に入れていくことは難しいだろう、妙味もないだろうというところですね、今回はきりでいいんではないでしょうか。 続いてはベルトライゼンデですね、ダービー3着馬、ベルトライゼンデについて解説していきたいと思います。やはりコントレールがいなければ、今年クラシックの主役候補はこの馬だったんじゃないかというぐらい、ですね非常に素晴らしい成績ですし、ホープフルステークスでも2着と、実績のある馬になっております。ダービー後の骨折、そして中間の熱発今回、大外枠とですねなかなか変えない要素がですね揃ってしまったんじゃないかなというふうに思っております。陣営側もですね なかなか今回は厳しいと言っておりますしこの不安要素ですね、3つ拭えるのかどうかというのがですね、非常に心配なところではございますやはりこの条件だけにですね、2番人気この条件の2番人気っていうのはです、ね、あまり妙味がないのかなというふうに思っております。やはりり不安材料が強い方に実力よりも、 不安材料が勝ってしまう方にですね、私は一票当時ですね、今回切ってですね、えー、飛んでくれた方がありがたいという狙い方をですね、えー、していきたいなというふうに思っております。最後に本命はコントレイルですね。解説は不評なんですけれども、この馬についてもですね、買、え、い、ー、要素の方… 話してていいいきたいなという,ふうに思っておりますやはり唯一無二のですね競馬を見るだけですね素人でもこの馬が強いなというふうに分かるですね唯一無二の絶対的存在でございます不安材料も見えませんしやはり3歳これにですね敵がいないというのがですね今回一番の買い要素になってくるんじゃないかなというふうに思っておりますやはり3歳世代にはですねやはり敵はございませんクレの小馬との対戦まではですね負けることはないだろうというところですね本命馬にしてですね一着 予定で馬券の方を狙っていきたいなというふうに思っております最初のフォーマットに当てはめるとこのような形になりましたやはりですね春の実績馬とですねラジオ日経賞をですね、えー、走って馬券圏内に来た馬っていうのをですね、えー、今回上位評価に置かせていただきましたということで,ですね買い目の方を発表していきたいんですけれども本戦ですね本戦の買い目はですね、えー、馬単、えー、10番 11番、15番、10番のパンサラッサー、11番のディープボンド、そして15番のファルコニア、このあたりの馬がですね、今回非常に面白いなというふうに思っております。えー、伏線の改名ですね、未公開の改名の方ではですね、3連単の改名についてもですね、発表していきたいと思うので、ぜひですね、そちらも見ていただきたいなというふうに思っております。 秋競馬を本気で勝ちたい方、チャンネル登録で本当に役立つ情報を得ていきましょう。チャンネル登録者は5000人を突破いたしました。応援の方よろしくお願いいたします。さようなら。